なんですよ。例えば自由とか、うん、民主とか独立とかそういう言葉に比べて平和っていうのはすごいふわっとしてるんだけど、平和ってある意味で非常に残酷なものでもありますよね。だから今まさに巻き込まれないって話をしたわけだけど、例えば近くで戦争が起きてもある戦略的判断で彼らには助けをしないと、しないということによって我々の平和を守るっていう側面もあるわけですよ。だから実は平和っていう価値っていうのはそんなに平和ボケって言われるほどなんていうか弱いものではなくて、本当は非常になんていうかな残酷である意味暴力的な側面も含む概念だと思うんです、僕は。平和を作るっていうことはね。でだからその時にじゃあ日本がじゃあ今まさに隣国の台湾有事の話がされていたわけだけれども、うん、じゃあそういう台湾有事をした時に日本の平和を守るってどういうことなんだと。でそこで同じ価値観だからって言って行くのか、アメリカにくっついてアメリカの後方 の協力、まあ、でもそれも どっかの方に巻き込まれざるを得ない、それともそこでまさに私たちは巻き込まれないという決断をして、それはある意味非常に残酷だし、それはそれで非難される決断でもあるけど、そういうふうに自分たちの国を守るのかとか、うん、まあ、そういうことのが議論が必要なのかなという感じがするんですよね、うんうん、でだからやっぱ なんていうか、僕はウクライナ戦争に関する議論っていうのでやっぱり一番なんて言えばいいかな、すごく違和感を持ってたのはそこなんですよ。でつまりウクライナロシアの戦争っていうのが第三次世界大戦にエスカレーションしてはいけないっていう、まあ、誰もが思ってるわけだけど、そのエスカレーションしてはいけないっていう議論に対して、それはウクライナ人民を見捨てるのかと、それは彼らの暴力を見過ごすことではないか、でそう言われるともうみんな黙らざるをえないんだけど、実は平和ってそういう側面があるんですよね。でこれは別に僕ウクライナの人たちを見捨てるべきだって言ってるわけではないんですよ。ただその全てに巻き込まれ続け、全てに対して支援を与えるっていうのは、なんていうか、つまりある意味で戦争を終えることができなくなるわけですよね。永遠に戦争をしなきゃいけなくなるし、世界のどこで戦争が起きたとしてもそれに対して巻き込まれていかなきゃいけなくなってしまうわけで、まあ、だからそういう点でこう平和を守るってどういうことなのかなっていうことについて真剣に考えてもいいんじゃないかっていうふうな、うん、ことを思ってます、うんうん、ちょっと抽象的な答えになっちゃいました、うん、僕は本当抽象的なことしか言えなくて申し訳ないんですけど、じゃあその抽象的なのを引き継ぐっていうか、僕哲学じゃなくて思想系思想史っていうのをやってるんだけど、で国際政治学者の方を横にしてね恥ずかしいけれど、まずイロハみたいので僕が思うのは、高坂正隆って人が非常に有名な国際政治っていう新書でもう名著とされてるもの、うんうん、はい、その中で書いていることは何かっていうと、おそらく平和の問題ってその裏返しの恐怖ということについて常に考え続けなきゃいけないですね、うん、で平和って別に私たちが言ってるところの平和主義っていう感じのぼんやりしたものではなくて、鋭い緊張関係にあって、それが均衡を保っている、両方から力と力が押し合ってここで動かないじゃないですか、うんうん、ここの均衡点を持って平和というので、ウクライナ情勢とかが何が問題かっていうと、その均衡が崩れるんですよね、うん、崩れるとそこに空白地帯ができる、例えば第二次世界大戦で言えば日本が負けた後っていうのはそこに権力の空白ができる、うん、そこを目指して例えば朝鮮半島でも戦争が起きるし、ベトナム戦争も起きる、空白っていうのは平和にならないんですよ。そこに次の何色にするかをめぐって、赤にするのか黒にするのか白にするのかでせめぎ合いが起きる、これが戦争なんですよね。だからその戦争を起こさないとか平和について考えるとき、基本っていうのはやっぱ恐怖っていうのについて考えざるを得ないし、その高坂正隆 が引いてるし、まあ、僕が専門で言うと中江町民という人が明治に書いた本なんかにあるんですけれども、例えば平和って何だろうって考えた時に、お互いが密室で窓が一つあるところでピストルを後ろにこう手に持った状態であると、お互いにそのピストルは捨てなきゃいけないと分かっているんだけれども、一斉のせいで本当に相手が捨てるかどうか分からないと、で実際にじゃあ捨ててみましたって言ったら、実は相手はもう一丁持ってるかもしれないと、この恐怖の連鎖っていうものが、相手はもっと大きな核兵器を持ってるかもしれないとか、もう一丁銃を持ってるかもしれないっていう、その恐怖がね、向こうにやられる前にボタンを押してしまうっていう、このなんつうの、高度にどん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 緊張がせり上がっていくっていうのが、やっぱりその平和っていうのを考える時のもう基軸っていうか、まあ重要なポイントだと僕は思うんですよね。だから中江町民とか読んだりして面白いなと思うんだけどね。だからまあ平和っていうのは何ていうか、何も考えないずみんながぼんやり生きてることではなくて、実はすごくこの戦略的に嘘をついたり、残酷に人を切り捨てたりなんだりしながら作るもので、
だから正義と平和って違うんだと思うんですよ。あの僕は最近思ってるんですが、これはあの、朝日新聞でね、あの今から数ヶ月前にあの早稲田の国際法の古谷さんっていう人 の、 あの大きなインタビューが載って、それがちょっと話題になりましたが、うん、まさにそこで言われてたことなんですけれども、うん、結局そのもともと平和っていうのはある種国と国が妥協して作るものなわけですよね、はい。ところが今回のウクライナ戦争においては、あの被害者が の、 あの情報っていうのが SNS でもダイレクトに世界中にあの伝わってしまったために、うん、まあ、個人の人権侵害っていう点がすごく強調されて、うん、ある種正義の問題になってしまったと、うん、で正義対不正義の対立になってしまった、うん、でそうするとこれ正義を実現するまで終えることができなくなっちゃう、うんうん、でも今まで戦争ってそんなの正義が達成されて終わったことなんか大体なくて、大体何かの不正義はあるんだけど、とにかく止めないとまずいからっていうことで作られる、つまり平和っていうのは、そうそうそう、実は正義の完全 な、 なんか実現が平和なんじゃないんですよね、うん、それはものすごい大事ですよ。でその時にだから平和っていう価値観と正義っていう価値観のどっちを優先させるかっていった時に、うん、僕はやっぱりこの今年1年なんかいろいろ考えてたんですけど、まあ、少なくとも僕はやっぱり平和の側だなと思ったんですよね、うん、正義の側ではなくて僕は平和の側で、うんうん、そしてその、うんうん、となんていうか、ただその平和という概念は今すごくある意味評判が悪くて、平和っていうことを言うと思考停止みたいに見える、うん、だからさっき言った通り平和っていう概念をもっと僕たちは真剣に考えて鍛えていかなきゃいけない、うんうん、でそれはだから一番最初の話に戻るけど、日本という国はそういう点でやっぱりある種 の、 その責務を負ってるっていうか、平和っていう概念を鍛えるね、あの義務を負ってると思うんですよ、うんうんうん、だから僕はそういう意味であのこれだから思考停止という意味ではなくて、また左翼的な思考ということではなくてね、うん、あの日本はやっぱり平和国家であると、平和を目指す国家であるということをより高次のレベルで、うんうん、あの回復するというか、うん、訴えていくということは結構僕大事なんじゃないかと思います。非常に大事だと思います、はい。大変議論が白熱したところで、だからみんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度が全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると思う。